シンシアさん。あ、でもこれあれなんですよね、外行くんだったらこれ今デスクトップのパソコンでやってるから、緊張してもな、もっと外行くんですよ、やらなっちゃうんですよ、ノートに変えないとですね。あれってか充電できてる、これ。なんでこれ充電できてないんだけど。うわ、何これ、たまにこれこうなっちゃうんだよ、充電が。何なんだろう、このパソコン。充電できてないやんか。パソコンがなんか充電できてない。そう、あとね、なんかね、パソコンの残量が減ると、前から言ってるけど、バッテリー1、2ってのがあって、1がもうほとんどなくなると、なんかすげえ重くなっちゃうんですよ、パソコンが。だからそうするとなんか放送がカクカクになっちゃうんだよ。でバッテリー1、2ってあって、2が少ないと2の方から充電されるみたいな感じで、しばらく放送ができなくなっちゃう。そうなると。2を完全に充電してから、1の方を 10% ちょっとぐらい充電しないと、カクカクの状態になっちゃう。っていうのはわけわかんない状態。パソコンぶっ壊れたのかな？なんか暑い、クソ暑いなんか、車内とかにずっと放置してたりしてたから。結構前からこんな感じだったんだけど、今月の収入は俺が45万、親が20万ぐらいですね。先月はそれの3倍ぐらい、3倍いかないぐらい。うん、でも俺よりもすごい人いますよ。先月ふわっちトップ3は1000万稼いでますよ。おかしいな、なんでだろう、なんで充電されないんだろう、どうやって稼ぐの、ふわってです。なんで充電されないの、
消しは